カルダノの開発者が投稿し、IOHK コミュニケーションディレクターのティム・ハリソン氏が共有した最近のツイッターの更新によると、カルダノはスマートコントラクトプラットフォームであるプルータスの更新を高速化する提案に取り組んでいるようです。この CIP は CIP35 と呼ばれ、プルータスコアやその台帳へのインターフェースを変更する CIP 提案を行うための、よりシンプルで短いプロセスを提案するものです。この提案のアイデアは、プルータスのアップデートとそれに依存するライブラリについて、より具体的で明確な構造を持つことです。これにより、完了主義が助長され、長くて複雑なプロセスが減少することが期待されます。プルータスは、カルダノブロックチェーンのスマートコントラクトプラットフォームであり、カルダノブロックチェーンと相互作用するスクリプトアプリケーションを可能にします。着実かつ確実に。11月下旬、IOHK は将来の成長を支えるためのネットワーク調整について、すべての変更は慎重に検討され、実行された後はパフォーマンスへの影響を測定するために監視されますと述べています。IOHK は特に、カルダノの長期的な安全性を損なうような早まった変更や速度での変更は行わないとしています。ネットワークトラフィックの短期的な急増に対処する際、長期的な影響を及ぼすような決定を避ける必要性を強調しています。しかしながら、速攻性を求める投資家にとっては、その理路整然としたアプローチは好ましくないのかもしれません。ADAの価格は、スマートコントラクト開始の期待を受けて、2021年9月につけた史上最高値の 3.10 ドルから大きく下落したままです。コインマーケットキャップのデータによると、ADAは現在、過去24時間で 1.05% 上昇し、史上最高値から 61% 下落した 1.20 ドルで取引されています。最後までご視聴くださり、誠にありがとうございます。当チャンネルでは、仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければ、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。